皆さんこんにちは、 B レジェンド大林です。今回はダイエットをする前にやっていただきたいこと、上級編まで行ったので次は実践編かなと思いきや、実はね超上級編っていうのがあるんですよ。これはねものすごい大変なことなので、できなくてもまあ仕方ない、まあこれができなくてもそれをすっ飛ばして実践の方にね行っていただいても問題はないと思うんですけども、この超上級編のことがもしできればダイエットで辛い時苦しい時っていうのを乗り越えやすくなるので、一回ねチャレンジするだけチャレンジしていただきたいなと思うことが2つだけあるんですね。なので2つのことを超上級編としてねご紹介をさせていただきたいなと思います。それでは早速1つ目からいきましょう。食べてるものの量を測るというところにあります。ダイエットするってなったら結局そのカロリーの計算とか、もっと高度になってくるとタンパク質の量の計算とかね、脂質炭水化物の量の計算とかっていう話になってくるんで、まあ結局そのカロリーをねどれだけ取ったらいいかっていう話をねしていくことになるんですけども、その前にじゃあ今の自分はどれだけ食べてるのかっていうのを客観的に知っておいた上でダイエットするためのカロリー計算に移っていくと、あ、今までの自分ってこんなにたくさん食べ過ぎてたんだとかね、客観的に見るとこんなに食べ過ぎてたんだ、あーもうそれは太っちゃって当然だなとか、健康診断の数値悪くなって当然だなとか、そういうのが見えてくるんですね。でそういうのが分かった上でじゃあカロリー計算してダイエット頑張っていきましょうねっていう風になっていくと、よりね成功しやすくなるんで、まあできるんであれば、まあ、やっていただきたいなと思います。まあこれをすっ飛ばしてカロリー計算、ダイエットのためのカロリー計算に行くっていうのも全然できるんですけども、結局そのカロリー計算も、まあ、例えば栄養表示を見てカロリーをね記録しといて計算しないといけないとかね、そういうめんどくさい作業が入ってくるので、結局ねそういうめんどくさい計算をするんであれば、じゃあまず今自分が食べてるもののカロリーも計算しておきましょうよっていうのが、まあ、この超上級編のね一つ目の内容になります。例えばコンビニとかスーパーで買った食材であれば、出来合いのものとかね、こうお惣菜とかだったら最近はねちゃんと栄養表示が書いてあるもの多いので、そういう栄養表示を見ていただいて、まずはカロリーだけでいいです。カロリーだけ記録しておいてください。自炊で食べてるものであれば、今ねカロリーとか栄養素の量を教えてくれるサイトとかアプリがあったりします。そういうものを探していただいて、例えばお米何グラム食べたとか、鶏の照り焼き何グラム食べたとか、そういうのを入れていただいてカロリーを計算していただくということになります。なので必然的に食べるものの量も測って計算していただくことになるんですね、自炊するんであれば。これが結構めんどくさくて、習慣化するまでは忘れてしまったりとか、めんどくさくてやめてしまったりとかね、そういうことにもなったりするんですけども、ダイエットするにあたっては、どうしてもね、数値で自分の食べているものの量を知るということからは逃げられません。なので結局こういうめんどくさい計算も、食べたものの量を測って計算をするっていうことからは逃げられないので、もう覚悟を決めて今のうちからやってくださいっていうことですね。まあなのでもし自炊するんであれば、そういう食べるもののね量を測ってアプリに数字を入れてカロリーを記録しておくと、で1日にどれだけのカロリー取っているのかなというのを記録していただく。目安としてはですね、自分の体重かける50を超えたらもう明らかに食べ過ぎだと思っておいてください。例えば体重70キロの男性であれば、3500キロカロリーを超えてたらもう明らかに食べ過ぎだと思っておいてください。女性の場合は体重かける40ぐらいになるのかな。例えばまあ体重60キロの女性だったら2400キロカロリー以上取ってたら、まあちょっと食べ過ぎかなと。まあ、これはねもう本当に大雑把な目安なので、これ以上のカロリーを取っていても全然太らない方もいらっしゃいますし、逆にこれ以下の数値のカロリーでも太ってしまう方もいたりするので、それはやっぱりねその方の年齢ですとか、病気があるかないかとかね、普段の生活でどれだけ動いてるかとかね、運動習慣はあるのかどうかとかね、運動習慣あるのであればどの程度の運動をしてるのかとか、そういう生活習慣によってだいぶ幅があるので、まあ、あくまで目安でしかないんですけども、まあ、カロリーをね測ってみて、
まあ、それぐらいの量を超えていたら自分は食べ過ぎてたかもしれないというふうに思っておいてください。そしてね、2つ目なんですけれども、そもそも自分がなぜダイエットしたいのかっていうところを深掘りして考えてみてください。これはね、私がトレーナー時代にもクライアントさんにね、よく聞いてたことですけども、人にはね、なかなか言えないようなそういう理由を持って痩せたいとかって思ってる方、実は多いと思うんです。最初はね、お腹の肉がついてきたのが気になってとか、こう二の腕の肉がついてきたのが気になってとか、健康診断でね、ちょっと悪めの数値が出たのが気になってとかね、そういう理由をおっしゃってくださるんですけども、実はこういう理由で痩せたかったんですっていうのがね、いい関係性を築けて初めてね、分かる。そういうことがあったりします。そういう本当の痩せたい理由っていうのを、実は本人も自覚できてない、そういうパターンってあったりするんですよ。痩せたい理由が、実は結構ネガティブなね、理由だったりとかね。まあ、例えば、好きな異性の方から体型のことをバカにされたとか、体型のことが原因で振られてしまったとかね。なかなか人には言いづらいようなね、自分で思い出すのも辛いような、そういう経験が理由で実は痩せたいって強く思うようになったとかね、自分の体にコンプレックスを持つようになってしまったとかね、そういう方はやっぱり無意識に自分がね、本当にね、なぜね、痩せたいと思ったのか、自分を変えたいと思ったのかっていうことを、どうしても心のね、奥底にね、しまっておきたく、まあ、なってしまうものなんですよね。まあ、私もね、実は筋トレにハマった原因っていうのが、新卒で入社した会社、リアルスタイルとは別の会社なんですけども、そこでね、うまくね、部署に馴染めなくて、こう自信をなくしてね、毎日会社に行くのも憂鬱で、朝こうなかなかね、起きれなくなったりしたんですよ。朝早く目は覚めるんですけども、そっからね、ベッドからなかなか起き上がれない、起き上がる気力がないとかね、なんとかもう遅刻ギリギリでベッドから這うように起き上がって、もう会社に行くみたいなね、そんな状態でもう仕事が合わなくてですね、こんな仕事もできないなんて、もう本当に自分がダメなやつだと自信をなくしかけていた時に、たまたまね、近くにあった CA ジムに気分転換で行ってですね、久しぶりにこうベンチプレスをやったわけですよ。もうそれこそね、2、3年ぶりにやったんで、めちゃくちゃ重くて、もうね、40キロとか50キロとかそれぐらいのね、重量で もうめちゃくちゃしんどくて、もうプル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 しながら、なんとか10回上げたみたいな感じだったんですけども、その時にね、あ、こんな重量だけども俺頑張って上げたよなと、まだ頑張れるんだな、俺これだけ頑張れるんだなって思ってから、すごい気が楽になったんですよね。あ、筋トレだったらまだ頑張れるんだな、これだけ頑張れるんだな自分で、まあ自分ってまだ捨てたもんじゃないなって思えてね、そっからなんとかね、こう仕事に向かうメンタルも持ち直して、筋トレもね、ハマってね、どんどんやるようになって、競技を目指すようになってですね、今ではそのフィットネス関連のね、授業をリアルスタイルでやってるわけなんですけども、いろんなこう理由があって、皆さんね、こう痩せたいと思ったりね、自分を変えたいと思ったりするわけで、本当はなんで、じゃあ痩せたいと思うようになったのかとかね、痩せた自分はどんな自分になってるだろうかとか、痩せたら何がしたいかなとか、そういうことを自分の中でも深く深く考えていただいて、そのね、過程でご自身の本当にね、辛い思い出とかね、苦い思い出に向き合うことになってしまうかもしれないんですけども、そのね、本当に自分がどういう理由で自分を変えたいと思うように至ったのかっていうところが、自分の中でね、しっかり整理できて言語化できると、それだけでも、それがね、すごいモチベーションになるんですよ。ダイエットが辛いとかね、めんどくさい、筋トレが辛い、めんどくさい、そうなった時に、私はあの頃の自分を変えたくてやってるんでしょうと、ここを乗り切れば変わった私はああなりたいって思った理想に近づけるんだから頑張らなきゃと、そういうところで踏ん張れるようになるんですよね。
まあだからといってそういうことができてない方が必ず失敗するというわけでは全然ないんですよ。自分に向き合うっていうことをしなくても、まあ、ちゃんとやることやってればダイエットは成功するわけなんで、結構簡単にね痩せてしまう方もいらっしゃったりするんですけども、自分が痩せたいなと思ったきっかけとか理由とかしっかり考えておいていただくに越したことはないので、もしねできるのであれば、そういうところまで深く考えていただいた上でダイエットに挑戦していただくとダイエットも成功しやすくなります。しんどい時を乗り越えやすくなりますので、ぜひ挑戦してみていただければなと思います。これは本当におすすめです。それでは今回はですね、ダイエットを始める前にやっていただきたいこと超上級編として2つご紹介させていただきました。今ご自身が食べているものの量カロリーを知っていただく、ご自身が痩せたい、自分を変えたいと思ったねきっかけについて深掘りして考えていただくっていうところですね。できなくても全然ね、そのダイエットの実践編に移って成功することは可能なんですけども、これができてると行き詰まった時、しんどくなった時乗り越えやすくなりますので、できる範囲でやってみていただければなと思います。それではね、次回からはね実践編ということで、ちょっとずつね具体的なやり方について説明をしていきますので、楽しみに動画をお待ちください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。